オリジナルポンタカードポンタは、三菱商事の関連会社である、株式会社ロイヤリティマーケティングが発行、運用、管理する共通ポイントプログラム。2008年12月1日付で、三菱商事の100%子会社として、設立されていた、ロイヤリティマーケティングが中心となって2010年3月1日に、立ち上げた、共通ポイントカードサービスである。 三菱商事と関連の深かった、ローソン、昭和シェル石油、ゲオの既存ポイントカード会員をポンタに移行させることで、サービス開始当初から約2000万人の会員を確保できるとしており、サービス開始から3年間で、加盟者数30社、会員数3000万人を目標とする方針を明らかにしていた。その後は、会員数、加盟店が予想以上に伸び、 2012年2月には会員数が4000万人を突破し、2014年1月には会員数が6000万人を突破した。加盟者数も2014年5月時点で73社となった。異業種間の共通ポイントカードとしては、カルチュア・コンビニエンス・クラブが主導する T ポイントに次ぐ規模である。2014年4月30日、LM とリクルートとの間で、資本、 業務提携契約を締結。それに伴い、2015年春を目途に、リクルートグループが運営している、リクルートポイントをポンタに統合することとなった。また、リクルート HD は、2014年夏を目途に、実施される LM の第三者割当増資を引き受け、同社に15%出資する予定。しかし、2015年11月24日に、統合された際に、 システム障害が発生し、一部のサービスは延期となった。2016年2月2日より、すべてのサービスを開始した。2019年12月16日、LM と KDDI は、資本、業務提携契約を締結することを発表。KDDI は、三菱商事が保有している、LM 株のうち20%を取得するとともに、 2020年5月21日に KDDI が運用している a u オレットポイントをポンタに統合した。ポンタというネーミングは消費者、提携企業にとってのポイントターミナルとなるという意味とポイントがポンポンたまる様子を親しみやすい表現で示したものとしている。ポンポンというイメージから想定されるものとしてイメージキャラクターはタヌキをイメージしており、 生計企業ごとにカスタマイズすることで、さらに親近感を持たせることを狙っている。イメージキャラクターの名前も、ポンタである。ロゴには、が使われているが、これはポイントが行き来し、集まるターミナルを表現、このサービスが、無限大に広がっていくイメージを表している。また、ポンタの目の周りの部分にも書けている。なお、ポンタの誕生日は3月1日となっている。また、ポンタは、 イラスト上で、提携企業のユニフォームを着用することもある。2008年11月に、ポンタ及び、ポイントターミナルという名称、ポイントターミナルのロゴ、イメージキャラクターのたぬき、ポンタが、日本郵政グループの郵便事業会社と株式会社、電通の合弁会社の株式会社 JP、メディアダイレクトによって出願され、登録商標となっていたが後に、権利者が、 LM に変更されている。2008年11月以降、ポンタに関連する商標は LM が出願を行っている。上記、定型企業のユニフォームを着用するポンタの一つで、オリックス・バファローズとのコラボレーションにより生まれたもの。2019年シーズンまでは、バファローズ・ポンタという名前で活動していた。なお、ポンタ自体は東京・ヤクルト・スワローズや、阪神・タイガースなど、 他のプロ野球球団とも提携しており、ポンタが提携先の球団ユニフォームを着用しているバージョンも存在する。外洋バファローズのクリス・マレーロ選手。ユニフォーム界の右ポケット付近にスポンサーとしてのポンタマークが見える。2015年11月23日、LM は翌2016年シーズンにおけるオリックス・バファローズのキャップスポンサー契約を締結した。 バファローズ・ポンタはこれを受けて誕生したもので、イメージキャラクターのポンタがバファローズのレプリカユニフォームやキャップ等を身にまとった姿をしている。同年4月8日には公式ツイッターアカウントが開設され、翌4月9日の大福岡ソフトバンクホークス1回戦により、同アカウントでバファローズの応援を開始。試合開始前及び終了後には、 ポンタがバファローズの勝敗に一喜一遊する様子が描かれた描き下ろしのイラストがアップされるようになった。また、バファローズ選手が節目の記録を達成したり引退したりした際にも同様にイラストがアップされている。これらのイラストにはポンタ本人の他同居する家族が登場し、ポンタと共にバファローズを応援する様子が見られる。勝利時には折法。オリホー という言葉と共にポンタたちが喜ぶ一方、なぜか、敗戦時にはポンタ及び父の着ていたユニフォームが、脱げ全裸で悲しんでいるのが特徴。なお、引き分けの場合はポンタが服を脱ぎ食事をしている、イラストがアップされているほか、雨天中止や、ノーゲームになった場合の傘を持ったり、レインコートを着たりした、ポンタのイラストも存在する。また、バファローズポンタの公式サイトも存在し、 オリジナルの壁紙をダウンロードできる。12月22日、2017年シーズンの契約公開を行ったと発表。2017年3月31日の開幕戦より、同年のバファローズの応援を開始した。2018年シーズン以降も引き続きバファローズの応援が行われており、2019年シーズンからは、これまでのイラストに加えて、 試合によっては終了後に音声付きの動画が投稿されるようになった。2019年12月20日、公式ツイッターにて2020年シーズンの契約を公開したことを報告すると同時に、日本一の願いを星に込める意味でバファローズポンタに改名すると発表した。なお、の部分は発音しないとコメントしている。反響2016年シーズンのバファローズは、 開幕当初から会に低迷。前述のツイッターアカウントには、バファローズの敗戦を悲しみ哀愁漂うポンタのイラストが数多く掲載されることになったが、しかし、これが逆に、切ないと人気を集めることになる。特に5月24日の対福岡ソフトバンクホークス7回戦後のツイートでは、バファローズが6対22の大敗を喫したことに、対して、 無表情で静かに涙を流すポンタの GIF アニメーションが登場。このツイートは4万回以上リツイートされ、心配したファンから激励のメッセージが寄せられるなど、一躍、バファローズポンタを有名とすることとなった。その後もあれを失った表情で、うんほう。と絶叫する、燃え尽きて真っ白な灰になる、沖縄の海水浴場で不死ともに無表情でへそう。 引っ張ったまま海面に漂うなど、主に敗戦時におけるポンタのリアクションが注目を集め続けた結果、バファローズポンタのツイッターアカウントは、フォロワー数が14万を超えるまでに増加。これは、千葉ロッテマリーンズのマークンや福岡ソフトバンクホークスのハリーホークなど、ライバル球団における公式マスコット、さらには、本家ポンタのツイッターフォロワー数を上回る規模で、 バファローズ球団公式ツイッターアカウントのそれにも迫らんとする勢いである。この人気ぶりを受け、バファローズ球団側もぬいぐるみや T シャツ、タオル等のノベルティグッズを発売したり、ツイッターアカウントのイラストを元にしたラインスタンプを作成したりしている。特にぬいぐるみは発売のたびに売り切れを繰り返しており、製造が追いついていない状況にある。さらには、 試合中にそのぬいぐるみをベンチやブルペンに置いたり、8月5日の対、千葉ロッテマリーンズ17回戦をバファローズ・ポンタデーとして開催し、来場者に缶バッジ等をプレゼントしたり、ポンタの着ぐるみを登場させたりするなど、バファローズ・ポンタに対し球団公式マスコットのバファローブル・バファローベル兄弟にも劣らない扱いをするようになっている。9月6日には、ツイッターアカウントのイラストを集めた絵本。 バファローズ・ポンタの応援へ日記がマイクロマガジン社より発売された。バファローズは10月1日の対東北楽天ゴールデン・イーグルス25回戦をもって2016年シーズンを終了57勝83敗3分の再会に沈む結果となった。この試合終了後、ツイッターアカウントではファンへの感謝の意味を込めて未公開のイラストおよそ20枚が GIF アニメーションとして公開されている。その後、10月14日には、絵本の第2弾、バファローズ・ポンタの応援へ日記2楽器、11月12日には、バファローズ・ポンタの応援へ日記3楽器が発売された。2017年6月9日の対中日ドラゴンズ1回戦では、広瀬隆之ツイッターの言動をもとにしたツイートを投稿し、 本人が俺のネタまでパクられるとは、悔しいと、変身と思われるツイートがあった。同年6月10日11日の2回戦、3回戦では、中日勝利でドアラに、ご飯ボットツイッターを元ネタとしたツイートを投稿し、元ネタとなった、中日勝利でドアラに、ご飯ボットも、変身と思われる内容をつぶやいている。また、 同年6月28日の対東北楽天ゴールデンイーグルス10回戦では、試合前に広南鉄道広南線を利用して来場したポンタの画像が投稿され、これに対して広島南鉄道の広報用アカウントから謝意が示されている。企画としては、同年7月7日からブシャップ、B ウェーブ、ポンタやポンタ特典交換で順次、バファローズポンタオリジナルの ポンタカードの取り扱いが開始された。3種類あるが中でも、無法。と叫ぶイラストのタイプは開始直後から、入荷待ちの状況になるなど売れ続け、同日の対地バロッテマリーンズ12回戦では、同タイプのカードを持って買い物する、ポンタフ死のツイートが投稿された。また、同年8月29日から9月4日までの間、大阪、堀江に、 バファローズポンタカフェが限定オープンすることが発表されている。ポイントカードには大きく分けて、純粋に共通ポイントカード機能のみ有するポンタカード、クレジットカードの機能を有するクレジット機能付きポンタカード、ポンタに機能が集約された提携者のポイントカードの3種類がある。提携者に紐付けされていないオリジナルポンタカードはポンタ公式サイト、または 郵送にて申し込む。ポンタカードは発行する提携者ごとに独自のデザインになっているが、提携者の背景に街並みが描かれたデザインのものについては、サービス開始時の3社、ゲオの店舗も描かれる。その他、映画、イベント、検証などの限定デザインのポンタカード、お財布ポンタカードもある。クレジットカードクレジットカードのポンタカードの場合は、 届いたら、ポンタ公式サイトでの利用登録が必要である。国際ブランドは、全4社が、ビザ、ジャックスのみ JCB、携帯電話によるお財布携帯の楽天エディにて、楽天エディでポイント設定で、ポンタのポイントが貯まるように設定することができ、楽天エディ加盟店において、税込み200円で1ポイント貯まり、1ヶ月の利用分が翌月7日以降にまとめて付与される。 楽天エディエディでポイントも参照。ローソンなど楽天エディとポンタ両方に加盟する店舗で利用した場合はポンタカード提示時のポイントと楽天エディ利用のポイントの両方が付与される。ポンタでは最大で9枚のポンタカードをグループ登録することができる。これはそれぞれのカードのポイントを一つにまとめて使うことができることを意味する。 グループ登録するにはあらかじめポンタのホームページで登録する必要がある。グループにする人に招待メールを送り、それに返信することでグループに登録される。ちなみに、招待メールを受け取った人は参加を拒否することができる。ただし、一度グループを脱退すると、その人のポイントは例になってしまう。また、グループを解散すると、今まで貯めたポイントは例になってしまうため、 解散する前にポイントを使い切る必要がある。グループ登録の代表者は、ポンタウェブに登録できて、リクルートのサービスが利用できるが、グループに参加する人は、リクルートのサービスが使えない。ただし、グループ登録ができるのは、リクルートのサービスと合併して、現在稼働中の新しいサイトになる前から、ポンタカードを利用して、サイトに会員登録している人だけである。 2015年11月3日、ローソンは JCB プリペイド機能がついたお財布ポンタの発行を開始した。ポンタで初のプリペイドカード機能付きポイントカードで店頭で無料で発行できる。従来のポンタカードからポイントの移行も可能。チャージはローソン店頭での現金チャージか お財布ポンタサイト上でのクレジットチャージに限られ、クレディセゾン発行のカード以外でチャージした場合は、1回に月200円の手数料がかかる。このカードは、昭和シェル石油前店では、プリペイド機能の利用及びポイント加算をはじめとした、一切の取り扱いができなかったが、2017年4月11日からは、ポンタポイントの加算、利用が可能になった。ただし、 現金利用のみでプリペイド機能を使った支払いができないため注意が必要である。また、プリペイドカードのため JCB カードが利用可能であっても一部の加盟店やサービス、商品が利用できない。なお、お財布ポンタの決済によるポイント還元率は零点パーセントでポイント設定をした楽天ウェディア、同年十二月十五日にローソンで導入した電子マネーはオンよりも ポイント還元率が低い。2020年8月17日にプリペイド機能の取り扱いを終了した。それに先立ち6月30日をもってカードに記載の有効期限に関わらず JCB 加盟店での利用ができなくなり2020年7月1日から8月17日はすでにチャージされた残高はローソン店頭のみでの利用に限定され8月18日 以降は、従来のポンタカードと同じ取り扱いとなり、カード記載の有効期限が経過しても、ポイントカードとしての利用が可能。8月18日以降、未使用残高の払い戻しを開始する。以前参加していた、企業日本のポンタユーザーは、定型各国の内マレーシア・インドネシアの加盟店において、ポイントを貯めたり使ったりできる。2014年7月、 台湾の東森製鋼業省古墳有限公師との合弁で日本のポイントサービスとしては初めて台湾でのサービスエアスポンタを開始したが2018年12月31日をもってサービスを終了した2015年2月にはポンタはインドネシアに進出した運営は PT グローバルロイヤルティインドネシアである2016年には韓国のポイントサービス OK キャッシュバックと2017年にはマレーシアのポイントサービス、ボーナスリンクと提携し、各サービス利用者が日本でポンタを利用できるようになった。バファローズポンタに関するカテゴリー、ありがとうございます。